オルカーニア作、オルサン・ミケーレ教会のタベルナクル中の絵は、ベルナルド・ダッティ・オルカーニャことアンドレア・ディ・チョーネ・ディ、アルカンジェロは、イタリア、フィレンツェの画家、彫刻家、建築家、アンドレア・ピサーノ、ジョット・ディ・ボンドーネの弟子、弟のヤコポ・ディ・チョーネ、ナルド・ディ・チョーネも美術家である。作品には、サンタマリア・ノベッダ教会・ストロッチ礼拝堂にある、聖母と聖者たちと、救世主、 イエス・キリストの祭壇画とイタリア語シックのこの種の作品の中では最も完璧な作品と言われるオルサン・ミケーレ教会のタベルナクルがある。オルカーニャのフレスコが死の勝利はフランツ・リストの競争曲の中でも最高傑作と評価の高い死の舞踏にインスピレーションを与えたと言われている。オルカーニャの弟子の中には14世紀のピサの画家ネッロ・ディ・バンニがいて彼も カンポサントで仕事をした。ネッロディバンにはベルナルド・ネッロ、またはジョバンニ・ファルコーネと同一人物であると推測されている。ありがとうございます。